韓国中央貿易対策本部は5日午後4時、韓国国内での感染者が6000人を超えたと発表した。中央貿易対策本部は5日午後4時基準で感染者数は計6088人と明かした。同日午前0時基準で発表された5766人より322人増加。 前日の同時間に発表された5621人より467人増加した数値だ。なお、現時点での死亡者は41人と発表されている。